皆さんこんにちは、哲夫です。先日 FF16 の新情報が解禁されたと思ったら、今度は FF7 リメイクの続編の情報がついに発表されました。もうね、怒涛のラッシュですよ。6月17日の朝、 FF7 25周年アニバーサリーの動画の中で発表されたんですが、その中では FF7 ファーストソルジャー、 FF7 エバークラシス、クラシスコアリユニオン、 FF7 リメイクリバースの発表が15分の中に詰め込まれており、みんなね、こんな感じで立て続けに情報が来てるもんだから、お腹いっぱいになったんじゃないかなと思います。今回はその中で特筆すべき FF7 エバークライシス、クライシスコアリユニオン、 FF7 リメイクリバース、これについて要点を分かりやすくまとめながら、新情報の中で非常に気になる謎がですね、散りばめられていたので、考察チャンネルらしくその謎にも迫ってみたいと思います。公式の動画をさらっと見ただけでは皆さんが気づかないワクワクする5つのポイントが発見できるかと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。まず FF7 コンピレーション作品をまとめてプレイできるエバークライシスについて、こちらはスマホ版コンテンツとなっており、原作の FF7 はもちろん、タークスの活躍を描くビフォアクライシス、ザックスが主人公となるクライシスコア、ヴィンセントが主人公のダージュ・オブ・ケロベロスなど、これらの作品が全てプレイできると言われています。 FF7 には派生作品が存在しており、アドベント・チルドレン、ビフォアクライシス、クライシスコア、ダージュ・オブ・ケロベロス、今まで4つあるのですが、これはタイトルの頭文字が ABCD と続く流れで作られています。時系列順的には CBAD だったと思います。この中でアドベント・チルドレンだけは DVD の映像作品なのですが、コンピレーション作品をまとめてプレイできるとあれば、このエピソードもゲームとして何かしら表現してくれることにも期待できるポイントです。今回発表されたのは各種プレイ映像とバトルシーンなのですが、リメイクとは違って原作に近いディフォルメされたキャラが当時の雰囲気を彷彿とさせ、それでいてスマホでありながら美麗なグラフィックを両立させているところなんかは素晴らしいと思います。バトルシーンにおいてはティファやエアリスなどの特殊衣装なども用意されているようで、おそらくガチャか課金要素になるんじゃないかなと思うんですが、ここはね、ファンにはたまらないポイントかもしれないですね。かわいい。今までの作品をそのままの流れで改めて振り返ってスマホでプレイできる、そんな作品になるかと思いきや、一つ気になるポイントがありました。そこがまず一つ目の謎です。今回の新情報紹介動画の最後にセフィロスの描写があるのですが、ここで画面が一瞬切り替わり、髪の短いセフィロスが映し出されます。セフィロスといえば銀髪ロングが特徴のキャラではありますが、この髪の長さで登場する場面は原作リメイクともに今まで一度もありません。これは一体何を表しているのか。セフィロス特有の甲冑にも似たようなものを着用していることから、若き日のセフィロスではないかとも言われておりますが、もう一つの可能性として、アドベント・チルドレンに登場したカダージュというセフィロスの四面体にも近い特徴があるとも思われます。そして髪の長さはもちろんのこと、もう一つ描写が切り替わるポイントとして、刀の違いが映し出されるポイントがあります。セフィロスのトレードマークの一つでもある長すぎる日本刀、政宗ではない違う何かの刀を手に持っていますね。映像作品のアドベント・チルドリンに出てくるカダージュも刀を使うキャラではあるのですが、唾の形こそ少し違えど、そこからなびく布のようなもの、これには共通点もあります。実際にこのエバークライシスではセフィロスの若き日のエピソードも描かれるという話も事前にありましたので、このカダージュと何かつながりを持たせながら、セフィロスの10代の頃のエピソードをうまく伏線として作ってくるのかもしれないですね。ここは本作をプレイする上で非常に楽しみなポイントかと思います。 FF7 エバークライシスは2022年中にオープンベータを開始するとのことでした。続いてはザックスが主人公となるクライシスコア、そしてここにリユニオンというサブタイトルが入って、ついに現行機でのリメイクが決定しました。これはね、マジで嬉しい。もともと PSP で発売された本作ですが、携帯機のスピンオフ作品でありながら300万本以上のヒットを飛ばした名作であり、ガチでね、泣けるし面白いんですよね。 FF7 の英雄といえばザックス、この物語のもう一人の主人公とも言えます。
この作品は僕も本当に好きでマジで面白いので、これが発売されたらぜひ皆さんにはプレイしていただきたいです。 FF シリーズの中でも FF10 に並んで号泣できる作品です。 FF7 のスピンオフ作品として2007年に発売された本作は15年もの間リメイクやリマスターが発売されず、今となってはプレイするのが非常に難しい作品ではあったんですけども、今年の冬にただのリマスターにはとどまらない進化を遂げて登場する形となりました。当時の時点ですでにムービー部分は圧巻のグラフィックとクオリティを保持しており、今回は通常プレイ画面においても大幅なグラフィック向上がなされているようで、リマスターというよりほぼリメイクに近い仕上がりになっていると思います。キャラクターの描写も現行の作品に近いところまで来ているようなので、このクオリティでまたザックスとエアリスの絡みを見れるなんて、過去にプレイ済みの方はね、もうね、めちゃくちゃ嬉しいと思います。バトルシステムも特徴的な部分があって、デジタルマインドウェーブというバトルにランダム要素を加えたオリジナルシステムが導入されています。スロットのリールが自動的に回転して、揃った絵柄や数字によってステータスの変化やリミット技が発動されるみたいな仕組みになっています。そしてストーリーはとてもスピンオフ作品とは思えないほど深みのある物語で、 FF7 原作の面白さを何倍にも引き上げるとともに、本作のラストシーンは涙なしには見ることができないほど感動的に仕上がってます。僕のチャンネルでも初期の方にキャラ紹介兼ねてストーリー解説をクラシスコアは作ってあるんですけども、ここは改めて彼の物語を一つにしっかりまとめようと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。クライシスコアリユニオンは今年の冬、数ヶ月後には発売されるということなので、これはねマジで楽しみに待ちたいと思いますし、皆さんとぜひ一緒にプレイしたい一作でもあります。そして本命の FF7 リメイク作品の続編、ファイナルファンタジーリメイクリバースの情報がついに発表されました。まあ本当にねめちゃくちゃ待ちましたよね。発売は来冬とされており、これね僕も最初勘違いしたんですけども、今年の冬じゃなくて来年、まあ2023年の冬ということだそうです。順当に考えるのであれば、夏に FF16 が発売され、その数ヶ月後2023年の11月か12月頃ですかね、まあ、ここで発売される流れかなと。クリスマス商戦あたりに、まあ、投下してくるのが、まあ、濃厚かもしれないですね。今回の発表で FF7 のリメイク作品群は3部作になるということが公式から言及され、この作品はその中間にあたるということが分かりました。3部作という区切りを明確に今回伝えてくれたのは正直驚きでしたし、それと同時に3部作で収まんのっていうね、率直な疑問が出た方も多かったかもしれません。1作目のミッドガルが原作のボリュームとしては本当に初期の一部でしかないので、ミッドガルを出てからがこれめちゃくちゃ FF7 は長いんですよね。ただそこからが本当に面白いので、ここはねガチで楽しみです。今回の発表では冒頭でクラウドとセフィロスが2人並んで歩いている場面が描かれます。ここが2つ目の謎のポイントです。これを見たユーザーたちはこの2人が仲良く歩いている姿を見て、ついにセフィロスが仲間になる日が来るのか、そんなイメージをね持った方も多かったんじゃないかなと思います。今回のリメイクではセフィロスの様子がね、原作とはちょっと違っている部分も多かったですからね。ここは正直まだ何とも言えないんですけども、この場面だとおそらくクラウドの過去の回想部分、自分がファーストソルジャーとして故郷ニブルヘイムの魔航路調査を、まあ、セフィロスと共に行う場面じゃないかなと思います。これは原作にあったものってことですね。とはいえ僕もリメイクの物語が別の方向へ向かう一つの流れとして、セフィロスとの共闘がまた違った形で描かれる可能性もあると考えてはいるので、この辺りの謎も、まあ、逆に期待できるポイントでもあります。さらに3つ目の謎として、続編はオープンワールドなのかという部分です。1作目のミッドガルと違い、続編では広大なフィールドで様々なミッションに取り組むプレイスタイルになるんじゃないかなと予想されてはいます。その場合、昨今人気のスタイルでもあるオープンワールドでのプレイスタイルになるのかどうかという部分もユーザーからかなり注目されている部分です。公開された情報でも、まあ、かなり広大な土地を描く表現もあることから、まあ、そのオープンワールドの、ね、可能性も否定できない一方で、開発の負荷を考えるとそこまで対応してくるかどうかというのもまだ確証の持てる情報がないのも事実です。
巷ではこの目的地ゲージ、ここですね、これがあのオープンワールドのゲームによく見られるものであることから、次はオープンワールドなんじゃないかと言われてはいますが、この表示自体はね、あの1作目のリメイクでも、まあ、あるといえば普通にこれあったものなので、ここはまだ何とも言えないところかなと思います。ただあの1キロ近い長い距離をセフィロス様と一緒に歩けるなんて素敵すぎるなんて声もね、あのネットにはありましたけどね。そしてあの今回の続編の情報の中でもザックスがやはりかなりピックアップされていました。ここが4つ目の謎です。リメイク作品においてザックスの立ち位置に関しては正直ずっと謎ではあるのですが、新情報の中でも気になるセリフがありました。それがこちらです。5年前俺たちは一緒にここに来たのか。ザックス、どこにいるんだ。あなたを探しているの。ごめんな、何もしてやれなくてさ。5年前俺たちはここに来ているのか。ザックス、どこにいるんだ。まあ、このようにクラウドが話す場面があり、あなたを探しているとエアリスが伝えます。この2つのセリフが本編の中で直接つながっているかどうかまではまだわかりませんが、クラウドがザックスと共にミッドガルへ帰還した事実、さらにザックスがまだ生きているという認識を持つような描写があります。これは原作の無印 FF7 とは違う流れや描写が盛り込まれることはこれほぼ確定だとは思うんですけども、このあたりの伏線をどう回収するのか、ここが続編の最大のポイントでもあるかと思います。ではザックスの正体とは一体何なのか。それは過去こちらの動画でも解説は一度しているのですが、またどこかで改めてですね、あのちゃんと深掘りした考察はしてみたいとは思います。あとこれ余談ですが、この動画にあった1枚の羽、これはクライシスコアの中でも描かれる描写ではありますが、この羽が持つ意味は一体何なのか。あの違うタイトルにはなりますが、 FF8 ではリノアが放つ1枚の羽がエンディングでスコールを次元の狭間から救う一つのきっかけになった描写もあります。今回もそれと同じように重要な意味を持つものになるのか、ここはこれからの展開に要注目ですね。そして FF7 リメイク続編の最後の謎、サブタイトルにあるリバース、言葉の意味としては再生、新生、生まれ変わり、構成などなど、まあ、いろんな意味があるようですね。まあ、様々な捉え方ができる非常に難しいポイントでもあります。しかしここから新たに生まれ変わる FF7 と考えるのであれば、これはもはやストーリーの流れとしても大きく変わった新生ファイナルファンタジー7を僕らは体験できるのであろうと思います。このリバースというサブタイトルにあえて強い意図を持ってつけたという表現がクリエイティブディレクターの野村さんの発言にもありましたので、何かしらストーリーの重要な部分を示している可能性が非常に高いです。これから FF7 はどのような物語を歩むのか、そこには考察ポイントが山ほどあるので、またどこかでがっつりとね、これらを考察するターンを作ろうかとは思いますが、このリバースの意味について皆さんが受けた印象や考えもぜひここは聞いてみたいので、これらはコメントであのガンガンね教えていただけると嬉しいです。そして今の開発状況にも公式から言及があり、現体制になってからトップスピードで開発が進行しているとのこと、すでに3作目の開発に突入しているパートもあるとのことです。3部作と明言されたことで、これから出てくる続編に関してはかなりのボリュームが期待されますが、というよりかなりのボリュームにしないと本来収まらない内容があの FF7 にはあるんですけども、驚異的なスピードで開発が進んでいるとのことですから、ここはね期待しましょう。これからもあの僕のチャンネルでは FF を中心に様々な動画を投稿していきますので、今後もぜひチェックしていただけると嬉しいです。本日はここまで、またお会いしましょう。では。